皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、アンドロイド版アニレボやっていきましょう。何やらアップデートでスパイダーというですね、なんかボスみたいなのが出てきてんだよね。早速レビューしていきましょう。さあ何やらチャレンジっていうのが出てるね。あ、これあれじゃん、前回追加された迷宮みたいなやつだ。はい、あとはねこの BOSS PC 版にも来ましたが、はい、こちらスパイダー出てきてますね。うわーすげー、なんだこれ、四つ足の脚部、そして手法、これファンネルみたいなことかな、ガンダムので、なんかねレールガンかな、アンテナみたいなのもあるよ。これ超楽しみだね。はい、これゲットするには800円か8000ゴールドかかります。はい、スパイダーをゲットしていく。ロック解除、よっしゃ、これで使えるんだが、今回のアップデートかな、ちょっとね新しい要素が加わったみたいで、はい、このようにスケルトンを置いてみます。でこれをですね、名前をつけて保存してみましょう。ここにですねアニマルを保存、そしてマップを保存、これキャンペーンを保存、一番右のキャンペーンを保存が増えております。これでちょっと、はい、キャンペーンとして保存してみましょうか。はい、こんな感じで保存してみましょう。さあこの保存したものをここのね、あなたのステージっていうところで呼び出せる、ほら呼び出せるみたいですね。はい、これをポーンって押すと、はい、召喚されました。これむっちゃ便利じゃん。これでさ、大胆なビリーをさ、はい、素早く大胆に召喚できるってことでしょ。うん、ちょっとなんか寂しいけどな。さあこの大胆なビリーと戦わせるのはもちろんスパイダーですよね。うわーやべえ、かっこいいぞこれ、すごくない？また足の一本一本にね HP が書いてあってね、へえ、これ徐々に壊れていくのかな、すごか。いやコスト1400だからね、どんな感じなのか、レディファイ見ていこうぜ。さあ手法を打つか。おお、なんだ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 、うわー、やっぱファンネルみたいなやつが、うわーすげえすげえ、ファンネルも HP があるぞ。なんだこれ、めちゃめちゃすげえじゃん、めちゃめちゃかっこいいじゃん、なんだこれ、アニレボなのかっていう感じだね。うわーいい、めっちゃいい。これは空中の敵に対してもいい感じなのかな、撃ち落とせるかな。さあ Y バーンを大量に配置して、よし、これならどうだ。おーっと、すごいすごいすごい、あ、電磁パルスみたいなのを引き起こしてる、あれアンテナみたいなやつかな。さあ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 、 HP があんまり減ってませんね。さすがコスト1400、強いいじゃん。接近戦も全然いけるみたいだぞ。うおい、かっこよ。これはさ、もう BOSS ボスと戦わせるしかないでしょう、ということでコスト1400同士の戦い、うわーかっこよ、もうロボット対戦だねこれ。へえ、あ、動きを止めるのかこの電磁パルスは。へえ、パーツ一個一個の性能をちょっと見ていきたいな。うわうわ、足がもげた足がもげた、すげえ素晴らしい戦いだ。さあ、あー壊された、壊された。エフェクトもマジでかっこいい、電気がバチバチしてて。さあこのスパイダーがね、どんなパーツ構成してるのかちょっと一個ずつ見ていきましょう。まずこの四脚の足ですが、おおいいじゃねえか、超かっこいいなこれ。さあ似たようなねロボティックベースにね、はい、この四つ足があるんですけれども、おお、この四つ足はね横に広いんだよね。さあ今回のスパイダーは縦に足が広がってる感じ。わ、これはいいね、タイプが全然違くてさ。でね、はい、このように真横から見ると分かるんだけれども、以前からあったこの四つ足はね結構ね地面から高いんだよね。なので昆虫タイプ作るときはボディがね下についてたらねかっこいいのになって思ってたんだけど、こっちはですよ、ほら足のこの関節の方が高いの、だからねすごい昆虫っぽいんだよね、こっちの方がね、ほら全然違うでしょ。しかもさ、ディテールが超細かくてさ、ほらデンジャーって書いてあったりとかね、結構細かいんですよ。さあせっかくなんで動きの違いを見ていきましょうか。あ、スパイダーの方が機動力はねそんなにない、どちらかというとね攻撃タイプですね。はい、こちらのね四つ足の方はねアクティブに敵にねどんどんねガシンガシンね突っ込んでいくんだけど、こっちのスパイダーの方はですね結構ね敵に向かってゆっくり進むんで攻撃タイプに向いてると思いますね。あー、しかもえこれさ、えちょっと待って、 HP 分かれてんじゃん、えめっちゃいいじゃん。へー、いや以前のね2つ足の方は、はい、こんな感じで2つの足 HP 分かれてなかったんで、今回1つ1つの足そしてボディに HP が分かれてる、ということはこの上にキャノンを置くと、あーダメか、この本体についた武器としてね追加されるのかな。はい、スパイダーキャノンをね両足にね設置してみました。さあ撃てー、撃ちまくれー、おいいぞいいぞ、うわーすごい、わーチャージショットみたいな感じか、よーしびれてるしびれてるすげーしびれてるぞ、うわーめっちゃいいね、かっこよ、プラズマキャノンみたいな感じか。
粒子砲？うわすごい、めっちゃいいぞこれ。マシーンがさ増えてくのめっちゃ嬉しいね。はい、こんな感じでさ BOSS とさスパイダーを合体させることもできるんだぜ。はい、スパイダーのキャノンをね BOSS のね、はい、両腕に設置してみました。こんなこともできるんだぜ、超いいじゃん。いや、このロボ絶対強いだろう。あー、ちょっと待って、突っ込まない方がいいんじゃねえの。カマキリにやられてるぞ。いやー、壊された。ダメだ、攻撃タイプなんだから突っ込んじゃダメだよ。いや、射程はそんな長くないのかな。撃て、撃つんだ、ヒドラに向かって撃て。あー、接近戦は苦手だよということでね。おー、範囲攻撃ではないのかなこのプラズマ系。あ、でも複数の首に入ってるぞ、ダメージが。はあ、範囲攻撃なのかな。おお、すげえすげえすげえ、強い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 、めっちゃ強い。ちょっと範囲攻撃かどうかっていうのが知りたいよね、他のキャラクター。おビームだ、ビーム。うわすげえ、家電粒子砲みてえだな。継続的に発射するのか。うわすごいすごいすごい、近くに寄っちゃったらもはやあれだね、もう電磁パルス発生器みたいなね。うわいいねいいね、やっぱ一個ずつ見ていかなきゃね、武器わかんないな、どんな効果っていうのが。さあこいつをねちょっとチェンジマイズするぞ。はい、完成。はい、左右にねこのパーツ、ファンネルみたいなやつ、これ装備してみました。おーい、いいでしょ。なんかうわ、これでロボット軍団作りてえなー。さあ、ゾンビカルカルドントサウルス2体と戦わせてみましょう。さあ勝てるのか、体格差すごいけど。さあ、ファンネルを展開してくれ、展開した、おしよし、いいぞいいぞ、どんどん展開する。おお、あ、敵に向かってふっ突っ込んでくのか、自爆タイプか。へえ、なるほどなるほど、めっちゃ強いじゃん。うわうわうわ、食われてる、カルカルダンスダンスに食われてるぞ。あー、発射クールが結構長いな、なかなか発射してくれないな次のやつ。あ、もしかしてこれ一発限りか、一発限りっぽいな。うわー、攻撃手段がなくなっちゃった、一回使っちゃったらもう出してくれないのか。なるほど、これさ大きさ変えたらさパネルもでかくなるのかな、で爆発も大きくなるのかな、ちょっと試してみようぜ。はい、大きさ2倍、めちゃめちゃでかくなったぞ。これを左右につけて、なんならもう2個ぐらいつけちゃおうか。すーげーぞ、これはこれでかっこいいじゃん。よし、これでどうなるんだ、見ていこう。さあ、あ、開いた、かっこよ、でかい方がかっこいい、絶対でかい方がかっこいい。うわー、わー、くっついたくっついたくっついたけどなかなか爆発しないぞ。くっついてるけど爆発しないぞ。あー、1体は倒したけども、あー、本体がやられる。あーあーあー、継続ダメージ与えてる様子もないしな。あー、壊された。なるほど、これは追尾型のダイナマイトみたいな感じだな。でもダイナマイトコスト25だからちょっとコスパ悪いかな。ロボティックベースにこうやってつけたら結構なんかタレットっぽくない？なんかこれでさ基地みたいにしてもいいよね。いや、これかっこいいと思うよ結構。ほら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 、めっちゃいいじゃん。わー、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。あ、結構出してくれるんだね、3体ぐらい。へえ、かっこよ。いや、この展開ギミックがマジでかっこいいんだわ。はい、1機、2機、はい、3機、あー、はい、1つのね、武器に3つ格納されてますね。次のパーツ見ていこう。さあ、これですね。あ、こういう感じなのか。へえ、うわうわうわ、アンテナ？レーザー？どういう感じなんだろう。これ、どうだろう。前につけた方がいいのかな。さあ、見ていきましょう。お、プラズマ？チャージしてるチャージしてる。あー、プラズマ発生器っぽいぞやっぱり。え、でもダメージは相手に与えてる、一応与えてるのか。これどういう効果なんだろう、なんだろうな、ミサイルとかを狂わすのかな、ミサイルとかロケランの軌道をずらすみたいな感じなのかな。ちょっと試してみましょうか。いや、だとしたらめちゃめちゃいい防御策だぞ。どうだどうだ。あ、ほ、え、ちょっと待って、あ、ほらほらほら、今発射した瞬間に爆発してたぞ多分。これやってる時はほら、やっぱミサイル系食らわないんだ、ロケットランチャーとかミサイル系。へえ、面白い。じゃあこれそんないっぱいつけなくてもいいね、なんか同じタイミングで発動してたし。ビームの軌道も変えちゃうとかそういう効果は多分ないよな。おー、あ、え、なんなら動いてなくない、敵 T-REX今動いてなかったよね。ちょっと説明が欲しいところですね。さあ、電磁パルス発生装置を発動。あ、やっぱそうだ、もうしびれてるわ、ほらしびれて、なんか敵がフリーズしてたわ。こういう効果か。あー、めっちゃ強いじゃんこれ。ちょっ
っと待って、めちゃめちゃ強えじゃん。何この武器、最強だろ。あー、足取れてる足取れてる。でも動けてる。さあ早速改造マシンを作ってみました。めっちゃいいでしょこれ。その名もマザースパイダーだー。さあこれワークショップに出そうかな。絶対強いだろこれ。フェニックスなんかもうイチコロだぜこれで。よしよしよし。うわー、足が破壊された。あはは、よしよし、いけいけ、ファンネル。おーっと、探してるぞ。フェニックスを探してる。いけー、どん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 、爆発している。さあ、いいぞいいぞ。あとは両腕についた、はい、ミサイルランチャーで敵を迎撃するのみ。かっこいいじゃん。めちゃめちゃかっこいいじゃん。よっしゃ、倒した。超強いこいつ。まあそうだよな、コスト3500だから、めちゃめちゃ強い。いや普通のスパイダーより全然強いんじゃないかなということで見ていきましょう。あ、でも普通のスパイダーの方が強いな、さすが。おお、すごい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 。うわー、撃ち落とされてるよ。そう、やばい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 、負けるかこれ。いやコスト1400のね、オリジナルスパイダーの方がねでかいんだね、最大倍率で作っても。おお、でも勝ったぞ。よしよしよ、マザースパイダーいい感じだ。BOSS とも戦わせてみましょうか。いやこいつには勝ってほしいな。いけ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 。あー、ダメだ、このマザースパイダーの後ろから出る、はい、この、おー、当たってる当たってる、いいぞいいぞいいぞ。おー、大迫力だ、大迫力すぎる。いやー、これもぜひとも PC 版にですね早く実装してほしいですね。これでいろんなマシン作りてえわ。よし、本体にダメージ入ってボーン。よっしゃ、いいぞオッケーオッケー、超かっこよ、強いじゃん。よし、このマザースパイダー早速ワークショップにあげよう。あれ、これあげられないぞ。なんか19体になってるんだけど、どうして。あ、なるほど、この武器が3体分のユニットを生成するから、これがあると保存できないのか。はい、このスパイダーのねこの武器、これつけてるとね保存できないんで、外した状態で保存するしかないですね今のところはね。はい、マザースパイダー保存、よし、アップロード完了。いやどうせならちょっとマーク2も作りたいよな。さあ見てくれみんな、ボススパイダーが完成したぞ。これもワークショップにあげてるからね、ぜひ戦ってみてくれ、超強いから。コスト4930、やば。さあこのボススパイダーなら、さっき、はい、マミースパイダー作ったやつもこいつな倒せるはずだ。いけいけいけ、よし止めたぞ、動きを止めたぞ。あー、どうだどうだどうだ。あ、あれ、圧倒的な火力を、圧倒的な火力を誇る、あー、やられてんじゃねえかよ。あー、なるほど、いやみんなやられてるぞ。はい、こっちのねマミースパイダーはね防御型ですね。さあそしてこっちのですねボススパイダーは攻撃型といった感じでしょうか。コストが2倍以上違うのにな。いやでもボス2体ぐらいなら倒せんじゃねえかな、そんぐらいの火力を詰め込んだと思うんだけどな。ほらほらほら、強くね、火炎放射器も積んでるから、青色の。いや強強、レーザーも積んでるからね。わはは、圧倒的火力、2体倒したぞ。すげえな、ガンダム感半端ないな。あ、でもそこまで大きくないんだな、思ったよりも。すげえ強いぞボススパイダー。レーザー全然当たってねえな。あ、壊された、壊されてんじゃねえかロッキーに。いやー、今回のアップデートスパイダーの登場によってこんなかっこいいねキャラがねもう超簡単に作れるようになりましたんで、ぜひぜひ皆さんもねアキシに負けないぐらいかっこよくて強いねロボットを作ってみてください。というわけで今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。やられてんじゃねえか。動画最後まで見てくれてありがとう。それではまたね、次回はちゃんとキャラ作るからね。うわへい。